島井達次郎は、日本の定身官僚、海上保安官、海上保安庁長官、広島県尾道市出身、広島県立福山中学校、第一高等学校を経て1930年、東京大学法学部卒業、1930年、定身賞入賞、1938年12月8日、ダグラス14人乗りの航空機 DC-2、 富士がクラッシュを生き延びた。北海道海運局、近畿海運局長などを経て1953年、海上保安庁次長。1955年5月から1958年12月まで、海上保安庁長官を務めた。退官後は、特定船舶整備公団理事長、日本原子力船開発事業団理事長などを務めた。1979年君に当局日。 重光明授与、海上保安庁長官時代に、そうやを東大補給船から南極観測船に仕立てた。船に乗っている間、ずっと絵を描いていたというほど絵が好きで、三木武雄が運輸大臣を務めていた時、姉妹が三木に絵を描くことを勧め、これをきっかけに、無趣味だった三木が絵を描くようになった。三木は当時は無名だった、平山育夫からも絵の手ほどきを受けたという。 晩年は東京都内幸町に本社のあったセナワ株式会社の会長として若い社員からも慕われる存在であった。ニックネームはオウムだったが本人は知らなかったと思われる。ありがとうございます。